本当に死んだのかよ。いろいろ一緒に乗り越えてきたじゃんかよ。あっちの方が優先か。虹子、亮と一緒じゃないのかよ。みんな、何をしたらいいんだ。教えてよ、茂。そんなこと、全然考えられません。私なんか好きになってくれる人が、出てくるはずないよ。自分で気づけ。自分で気づいて、危険を回避するんだ。どこかに流れ着くんじゃないかなって思って、それを犬たちが見つけてくれたら、ほんのわずかな可能性ですけどね。ただ突然重さが消えた、いなくなった、それだけなんだ。こいつはまだあのテストの最中にいる。全貌を知りたいと思ったんですよ。この国の端から端まで回ってみようかって。誰かに会えるかもしれないし、相手が急に何か仕掛けてきた時に対処できるだけの距離を取ってる。武道の心得があるのかもね。本当になんでこんなに親切なんだろう。あの、どうしてそんなに親切にしてくれるんですか。そうだ、花に会うんだ。うっかり死んでなんかいられない。嵐、今どこにいるんだろう。また会えるのかな。この世界で生きていく。生きてみせるよ。